昨日の全然また別や。それでは、最初に、三期衛門をご唱和いたしますので、どうぞご存知の方はご一緒にご唱和をお願いいたします。ナマンダルスナマンダルスナマンダルス人参受けがたし今すでに受く、仏法を聞きがたし今すでに聞く、この身根性においてとせずんば、さらにいずれの章においてかこの身をとせん、大衆もろともに四神に三宝に消えし立てまつるべし、自ら仏に消えし立てまつる、まさに願わくば衆生とともに大道を体下して無常意を起こさん、自ら法に消えし立てまつる、まさに願わくば衆生とともに深く胸像に入りて知恵海のごとくならん、自ら僧に消えし立てまつる、まさに願わくば衆生とともに大衆を通りして一切無下ならん、無常人人未明の方が百千万王にもご愛おうことがたし、我今検問し受持することを得たい、願わくば如来の真実義を下し立てまつらん。ナマンダブスナマンダブスナマンダブス。さあ、ようこそお集まりをくださいました。昨日からご縁をいただいております、法達清水町から参りました、大久保と申す者でございます。今日は、少し、午前中にですね、雨が降ったようでございまして、少しは涼しくなったかなという気がしないでもないんですが、ですね、私は午前中に墓参りが一件ありまして行ってまいりましたら、そのお墓参りを頼まれたおじいさんがですね、雨が降って畑も喜んどるかねえというふうに言いましたらね、畑にとっちゃ変にもならんというふうにですね、言っておりました。まあ、この辺はどんな雨になったのか分かりませんけれども、私のところはですね、少し形ばかりの雨でありまして、雨を望んでおったですね、畑作をしておられる方々にとってはですね、変にもならんというですね、まあ、そういう言い方をしておられましたが、そういう話でございました。まあ、でも少しですね、ほっとするような雨であったようにも思うことなんです。でもなんですね、少しは埃が落ちるような雨でございましたけれども、いよいよですね、私の近くのお宅もですね、解体が始まりましてね、ガタンゴトンと今大きな音を立てて、重機がですね、仕事をしております。まあ、それをですね、見届けるようにして、そのお宅の方がですね、見ておられましたけどね、どんな思いで見ておられるかなということをですね、こう思いを巡らしながら見ておった、私も見ておったことなんですがね、いよいよ解体が私の最初でも始まりました。今ほど午前中に墓参りしてきましたと申しましたが、あまり私などはですね、墓参りということもそんなに多くはございません。日頃はですね、あるいはその月参りというものもほとんどない地区でございます。
それだけお寺さんやってますんでというふうに言われるんですがね、なんとか生活できておるんですけれども、そういうふうにですね、お墓参りとか月参りなどはあんまりないのですが、最近はそのお墓参りがよくご依頼がございます。まあ、ご存じの通り地震でですね、墓が倒れた、柱が倒れてしまったとかね、そういうことがございまして、それを修理するときにですね、どうもその墓石屋さんがおっしゃるんでしょうかね、このお墓に手をかける前にですね、お参りしてもらってくれというふうに言うんでしょうかね、よく依頼がありましてね、最近はお墓参りが多いことであります。と同時にもう一つですね、多いのがこういう言葉があるのかどうか知らないんですが、仏壇じまいというふうにですね、電話ではおっしゃっておられます。仏壇じまいのお勤めをしてほしいというふうなですね、依頼が結構続きました。もちろんこういうのも初めてでありましてね、そんなお勤めなんか新種にあるのかねという話をしながらですね、分かった分かったと言って、まあ、お勤めに行っております。その時には仏壇じまいとは申しませんで、法音校を務めましょうというふうにですね申し上げまして、一緒に法音校のお勤め、正真言おばさんのお勤めをしてですね、さあこれでお焼香して、まあ、このお内仏とはお別れやぞというふうにですね言って、お勤めをしておるようなことなんですね。先般もあるお宅のですね、お母さんから電話がありましてね、案の定その仏壇じまいをしてほしいという依頼でございました。で、まあ、出かけていきまして、今で申しました通り法音庫のお勤めをしようということで一緒にお勤めをしました。まあまだですね、お内仏の前でお勤めできるのは幸せな方でありましてね、まあ、もちろん中に入りましたらね、その靴のまま上がってくると、その草履のままにですね上がってくるというふうに言うんですね。畳の上をですね、草履を履いてお参りに行きました。固まっております。もちろん家が固まっておりますしね、柱も折れたりしております。まあ、その中をですね、なんとかお参りできるような状態が確保されていますので、それでそこへお参りに行くということを、まあ、先般もあったことなんですね。で、お参りが終わりましてから、どうだったという、まあ、地震の時の話もですね、聞いておったんですが、そこにはそのお宅にはですね、年老いたおじいさんと、まあ、病の身のお父さんとですね、それからお母さんと娘さんというふうなですね、家族構成で暮らしておられました。地震が起こった時にですね、とにかくみんなで外に出たんだと、まあ、そうですね、もちろん逃げることが一番でございまして、で外に出てですね、おじいさんやその病の身のですね、お父さんがおることを見て安心したと。ところが手を見たらですね、何にも持っておらなんだというんですね。で、これはですね、大変だと思われたんでしょうね。もう一度家の中に入ったというんですね。ご存じのように地震は2度ございました。大きな揺れ、最初の揺れとですね、それからしばらく愛があって、2番目のですね、揺れがありました。で、その間にですね、このお母さんは何を持ったのか、自分が手に何も持っていないということに気づいてですね、慌てて何かを取りに行こうと思って中に入ったというんですね。で、取りに行ってですね、結果的に何を持って出てきたかと言いますと、お内仏へ向かって走っていってですね、お内仏のそのご映像ですね、ご映像本尊を引きちぎってですね、そして次にその横にかかっております法明塾を敷地に行って、この2つを持ってですね、また逃げ出したというんですね。それでかろうじて2回目の揺れから免れたと。まあそこに留まっておったらどうなったかわからなかったというんですが、そういうふうにしたというんですね。ですから持ち出したものは何かというと、ご本尊がやったと。ご映像のご本尊と法明塾を見てみたら手に持っておったというんですね。で、ようそんなものを選んでですね持って出ましたねというふうに聞いたんですが、本人はですね、
なんでそんなものを持ち出したのかわからないというんです。もう夢中だった、無が夢中だったので、何をしていいのかはですね、そんなことを計算してる暇も何でもなかったというんですね。ただ気づいてみたらですね、手元にですね、ご本尊と本明寺がですねあったという、こういうことをですね、その折に、お母さんはですね、坂本さんというんですが、そのお母さんはそうおっしゃって、自分でも驚いておられたことでしたね。でそのお母さんの言うには、まあ、振り返ってみればですね、私自身はそんなにですね信仰が厚いとは言えない身だけれども、やはりお父さんやお母さん、おじいさんおばさんたちですねの姿を見てきたというですね、年頃にお参りをして、くださっていた姿をいつの間にかやっぱり見ておったというですね、そのことがどうも私にですねそうさせたのではないかと今振り返って思うんですと、おばあさんの後ろ姿が、おじいさんの後ろ姿がですね、やっぱりそういう私を導いてくれたんでないかというふうにですね、おっしゃって、おられたことでございましたね。お母さん、このお内仏はこの家にとってですね、このお内仏と私はですね同い年なんですというような言い方もしておられましてね、同い年ってどういうことですかと聞いたらですね、この家へいわゆる嫁に来た時にですね、両親がですね、義理の両親がこれを買い求めて据えてくださったんだ、安置してくださったんだ、ですからこの家にとっては私とこの内仏は同い年なんです、40年ほど経つんでしょうかね、そうなんですというふうなんですね、ことをおっしゃっておられたことなんですがね、まあそういうことが理屈を超えてですね、このお母さんの心にですね何か届いておったんでしょうね。その時にですね、思わぬ時にそういう形でですね自分の身を動かせたというですね、そういうことを改めてこのお母さんが受け止めておられたことがですね、とてもですね辛い中にあってもですね、手を回されるような尊いことやなというふうにして聞いておったことなんですね。もう一点ですね、そのこういうこともございました。私どものですね地域では、昨日申しましたけれども、30数件40件近くがですねもう解体を待っております。それほどの、液状化によるですね家の塊がりや倒壊などがですね起こりまして、そういう作業に今入っておることなんですがね、うちの前にですね、これも坂本さんという名字のお宅なんですが、ある男の方、息子さんが一人でですね暮らしておられる、家でございます。もう固まってしまってですねあまり近づけないんですけどね、それから自分の土地の中にですね、その3メーターか4メーターのですね幅の空いたその亀裂がもう入っておりましてね、砂地ですから危ないものですから近づけないような状況にもなっているんです。でこの方もですねそういう被害に遭っておられますから、もう本当は避難所に避難をしなければならない、私たちの町では仮設住宅を設けませんもので、どっかのですね町営のアパートとか団地にですね空き部屋を求めてですね、そこへ身を寄せるというような形でそれに仮設住宅に変えるというような、措置が取られておりましてね、今その方はですね、団地のようなところにですね一応身を置くということが決まりまして、鍵は預かっておるんですが、それでもですね、つい最近まで毎晩ですね仕事から帰ってこられまして、その刀っていう家にですね電気をつけて、暮らしておられました。なんとか水が出るので、生活できてるんでしょうかね。そういうことでずっとおられたんですね。でも先々週でしたかね、とうとう夜外を見てもですね電気がつかなくなりました。つまりもう避難所の方にですね、
身を寄せるということを始められたようなんですね。ですからもう帰って来られなくなったんですね。その帰って来られなくなった日もですね、確か日曜日だったと思うんですが、午前中にですね、私は草刈りをしておりましたよね。その男の方もですね、一生懸命何か物を出しておられました。で、私がその草刈りを休憩しておりましたらね、その家からですね、ゴーという音が聞こえてまいりました。それは何かと言いますと、掃除機をかけておられる音なんですね。私は最初気づかなかったんですが、掃除機かけておるねというふうに、漠然と思っておったんですが、よく考えてみたらですね、この家もうしばらくしたらもう解体するんですね、もう潰してしまうんですね。その解体を後待つしかない家に、この日吉君というんですね、彼は一生懸命掃除機をかけている。ある意味よく考えてみたら、あれと思いましたね。いや、私の計算の頃で言いますと、なんでその解体する目前の家のですね、中のをですね、そういう掃除機をかけて掃除しなければならんのか、どうせ掃除してもすぐに壊してしまうのというふうに計算上は思うんでございますが、よしこにとっては違うんですね。父や母やおじいさんやおばあさんたちがですね、こうやって作ってくれた家だと。今いいか悪いか別にしまして、縁があってですね、この家を壊すことになったと。そのですね、おじいさんやおばあさんたちのことを思い合わせてみるとですね、最後に掃除をしていくというですね、そういう姿をですね、この方は選んだわけなんですね。その話をですね、他のおじいさんにしましたら、最後に掃除ができるのはまだ良い方かもしれませんよというふうにですね、そのおじいさんおっしゃっていましたね。きっと他の方々もですね、最後だからお掃除をしたいというふうな思いがあってもですね、掃除ができるような状態ではないかもしれない。まだ掃除ができる状況にあるということはですね、良い方かもしれないと。でもそうやってですね、最後に掃除をするというですね、掃除機を当てる、雑巾を当てるということがですね、状況的には切ない思いではございますけれどもですね、できんことやな、尊いことやなということをですね、その広志君の姿からですね、教えられたことでもございました。そのことをですね、ちょっと最初にですね、皆様方にもお話をしようと思って、お伝えをしたことであります。さて、今日はですね、お手元に資料といたしまして、昨日はですね、親鸞聖人のお手紙でございました。今日はお手元にお届けしましたのは、絵心理さんという方のお手紙をプリントをしてですね、お渡しをしました。これも以前にお話をしたことがあるかとは思うんでございますが、絵心理さんという方はですね、これは得道されたお名前でありまして、元はどういうお名前だったのかはわからないんですが、一説越前というお名前で呼ばれておったこともあるということも少しわかるようなこともあるんですが、それは置いときまして、親鸞聖人の妻でございます。最近奥さんということはあまり使わないということでございまして、でも他に変わることがなかなかですね、見つかりませんで、困っているんですが、親鸞さんと、のですね、奥さんといいますか、妻で、ございまして、得道されましたので、絵心というですね、光明を名乗って、おられる方です。で、ご存知かと思いますが、親鸞聖人が再会されたということについてはですね、
実はあまり知られてはきませんでした。あまり表沙汰にはしてこなかったというふうに言葉を選んでもいいかもしれません。なぜかということなんですがね、例えば親鸞聖人のご生涯を、いただくことができる御伝承というものがございます。本願寺の聖人伝でと、言葉と絵が描かれておりまして、そういう巻物がございます。覚如聖人という方がお書きになったものなんでございますが、それはですね、正式に本願寺の聖人親鸞聖人のご生涯を、いただくときに必ずですね、拝読するものでございまして、これがいわゆるスタンダードなんですね。でもそこにはですね、この再会されたということ、ましてや親鸞さんのことについては一言も出てこないんですね。で、他のですね、経図の図なども見てもですね、出てくることはほとんどありません。ただ唯一ですね、日の経図という日の経のですね、経図を家計をですね、表にしたものがございまして、そこにですね、かろうじてこの絵心理さんのお名前が出てまいります。これはですね、絵心理さんが亡くなって200年でしたかね、もう経った後のですね、経図の中にようやく出てくるのがですね、この絵心理というお名前、法名絵心というふうに出てくる名前なんですね。それまでほとんど出てきません。出てくるとしてもですね、ほんの一部にですね、覚如さんという方がお書きになった口伝承という書物の中にですね、ようやく6人の金出しの御母内、御母耳でしたかね、というふうなですね、正し書きのようなところにちょろっと出てくるんですね。要するに親鸞聖人との間にですね、6人のですね、子供さんを設けられたそのお母さんですと、母親ですというような紹介の仕方でちょろっと出てくる。あるいは先ほど申しました日の家のですね、経図の中にですね、お室の女房という方が 長女ですけど第一子としてですね、出てきますところにですね、そこにその母の名前がですね、三好というふうに書いてございまして、そして法名絵心というふうに正し書きの中に出てまいります。こういうふうにですね、正し書きの中にようやく出てくるようないわゆる扱いしかされてこなかった、ですので、あまりですね、評価もされませんでしたし、以前はですね、あるいはですね、本当におられたのかどうかということも評価できないようなですね、状態でもあったんですね。それがご存知かと思いますが、それが大正10年にですね、近年に入ってですね、大正10年にですね、西本願寺の宝庫ですね、宝物を収めてある蔵の中からですね、この絵心理さんのお書きになったお手紙が10通出てきたという、それまでに知られていなかったわけではないのですけれども、表舞台には出てこなかったんですね。先ほど申しました覚如さんという方もですね、実はそれを読んでおられる形跡が残っております。知らなかったわけではないんですが、でもこの方もですね、先ほど申します通り親鸞聖人のご生涯を語る時の大事な方として絵心理さんのことは一言もお書きになってもおられないんですね。でもお手紙には覚如さんがこれを見たというような証拠になるような書き方が書き加えられております。
まあ、その辺が不思議なところなんですが、まあ、とにかくですね、そのお手紙が発見されて、信仁さんという方がですね、親鸞聖人の妻としてですね、おられたということがはっきりされてきたわけなんですね。その、まあ、10通の手紙につきましてですね、今日はお手元にですね、全部というわけではございませんで、4通目、5通目、6通目ですね、のですね、原文を印刷をしましてですね、少し目をお共にですね、通してみたいと思いまして、準備をしてまいったことなんですね。信仁さんという方は、ここに三好為徳の娘というふうに書きましたが、三好という、まあ、これも貴族なんだそうです。貴族という身分にもですね、それこそ幅広いものがありまして、いわゆる上の方のですね、高級な貴族からですね、下の方のですね、貧しい暮らしもしておるような貴族の方々、その貴族の方々は上級のいわゆる貴族の方々の、まあ、女房となってですね、働くというような、今大河ドラマでですね、光る君へというふうな、番組がございますけれどもね、あそこで出てまいります清少納言とか紫式部などもですね、ご覧になってお分かりかもしれませんが、本当は貴族なのですけれども、しかし他の貴族の方のところへですね、働きに行ったり、そういうふうな形でですね、生活を立てておるという。ですから貴族といってもですね、いろんなですね、まあ、姿が一口にですね、言えないようなですね、状況でもあったようなんですね。まあ、そういう意味ではこの信仁さんもそのお生まれは三好の流れをくむ生まれでございますので、貴族の流れをお持ちのお家にですね、お生まれになったというふうにも言えます。しかしですね、決して裕福な生活ではなくてですね、ご苦労されておられたということも垣間見えることなんですね。で、その方がですね、娘さんのですね、革新に様にですね、当てて、娘のですね、末娘の革新という、これも本名です。革新にさんに当ててお書きになった。この当時ですね、ご存知かと思いますが、信仁さんは越後の国におられました。関東、信仁さんが関東におられた時には一緒におられたようなんですが、信仁さんが京都に戻られて、その時も一緒に戻られたという方もおられますし、得してもおられますし、いや、ここでお別れになってですね、それぞれがそれぞれの土地で暮らすという。信仁さんは京都に行きですね、信仁さんは越後の方に行かれたというふうな説もあります。あるいは京都に一緒に行かれたけども、京都から分け合ってですね、信仁さんは、越後の国の方に行かれたという。で、越後の国へなぜ行かれたかということにつきましては、この三好というですね、家柄が、越後の国を治めるですね、助というですね、こういう、まあ、官僚の命をですね、預かっていたと。ですので越後にですね、この所領しておるですね、地域があったんですね。それを、まあ、管理するためにですね、信仁さんは越後の方に行かれたというふうなことをおっしゃる方、説もございます。昔はですね、これは余談の話ですね、どうもですね、私たちが振り返って、昔はきっとこうだったろうなと思うほどですね、女性の方が冷遇されていたかといったらそうでもないみたいなんですね。例えば、こういうですね、財産の問題でも、親からですね、
あの女性もですね、等しく財産を分けられたというんですね。で、女性がいただいた、この親からいただいた財産はですね、その方が結婚をしても、今の時代の考え方でしたら、結婚をしたらですね、その結婚をした夫のものにですね、妻の財産はなるというふうなことがですね、まあ、明治時代はそうだったんだろうと思いますけどもね。でもその義仁さんの時代はそうではなかったというんです。妻の財産は妻の財産、夫の財産は夫の財産で、その財産を分譲分けるのはですね、妻の財産は妻が自分で決めて譲り渡すんだ。こんなふうにですね、あの男女はですね、その財産のことについてはそれぞれがそれぞれをの財産をですね、管理するということはもうちゃんと分けられてあったというんですね。ですから私たちが今ですね、古代はきっとですね、封建的でですね、もっとですね、男の方が強くてですね、全て男のですね、支配の中にあるというふうに思いがちなんですが、そうではない、かった、というふうにですね、言われております。ですので義仁さんはですね、自分の譲り受けた財産として越後の国のですね、そういう所領をですね、管理するためにその越後の国へ行かれた。で、あの義仁さんご自身もですね、いわゆる下人という人を持っておられました。それを娘の郭信仁さんに譲るというですね、そういう証文をですね、お書きになっておりまして、それがその十通の手紙の中にも残っておるんです。1つ目2つ目がそうでした。この度ですね、確信にあなたにですね、譲るということになった、下人の名前をですね、ずらずらと挙げましてね、男女の性別も言いまして、その証文としてですね、この手紙を送るというふうな形で送っておられます。そういうふうにですね、あの、財産をですね、義仁さんご自身がですね、自分が管理すべき財産としてですね、どうも越後の土地をお持ちだったということがあって、それで義仁さんは越後の国の方に行きですね、で親鸞さんは、京都におられたんですね。その京都におられる親鸞さんのもとにですね、郭信仁さんがおられまして、親鸞上人の、まあ、お世話をしておられたんですね。その郭信仁さんに対して出されたお手紙の一部がですね、そういう十通のお手紙の束としてですね、その宝庫の中に収められておったんですね。それが大正10年に、ある方によってですね、明るみに出ることになったと。そこからですね、いよいよこの義仁さんという方につきましても、あのお姿がですね、はっきりされることになってきたというですね、こういうふうなですね、あの流れがあのございます。で、あのそのお手紙の中にですね、十通の中にですね、先ほど申しました1つ目2つ目はですね、その娘の郭信仁さんのもとへ、送り込んだ下人の人たちの、証文ですね、あの何がしという名前の何歳の人だとか、そういうものをあの証文としてですね、あの書き送ったものが1つ目2つ目なんですね。で、3通目4通目5通目6通目ですね、3456というこの4つのお手紙はですね、実は同じ日にですね、出されたあのお手紙なんです。これは、校長2年の2月10日というですね、まあ、日付の入っているものと入っていないものがありますけれども、内容的に確かめてみますと、この親鸞上人が亡くなった校長2年の翌年の校長3年のですね、2月の10日の日に出されたお手紙がこの4通の束になったお手紙なんですね。で、この手紙はなぜ出されたかと申しますと、先ほど申しました親鸞上人は校長2年の11月の28日の日に、亡くなられます。で、その亡くなられたことをですね、
知らせるためにその親鸞聖人のもとにおられました娘の覚信尼さんがですね、お母さんの信尼さんに宛てまして手紙を出されているんですね。それがですね、ここにはございます、もちろんないんですけれども、残ってはおらんのですけれども、信尼さんのですね、お手紙を通してそれが分かります。12月1日の日付のあなたからのお文をですね、お手紙を12月の20日頃に確かに届いてみました。こういうふうにですね、第3通目の中には最初に書き出しがございます。で、親鸞聖人が亡くなったことについてですね、何とも申しようがありませんというふうな言い方でその手紙が始まっております。つまり3通目から6通目にかけてのこのお手紙の束は、親鸞聖人が亡くなったというそのお知らせを聞いて、それに対してですね、娘さん覚信尼さんに、お書きになっておるお手紙なんですね。ことに第3通目は今日は紹介をしてありませんが、この第3通目はですね、どうも内容から察しますところ、親鸞聖人が亡くなったけれども特別なですね、気づいが起こらなかった。それこそ物語的にはですね、シルンたなびいたりですね、天外からですね、音楽が鳴ったりですね、そういうふうなですね、奇跡が起こるというふうな言い方もきっとですね、されておられるような時代だったんでしょうね。なんか特別な気づいが起こったわけではないと。ですので親鸞聖人は亡くなられたけれども、ご往生が可能だろうか、往生されたやろうか、お浄土にですね、往生されたかねというふうなですね、ことについて、ご不安をですね、感じておられて、そのことをですね、お手紙の中にも書いてあったんでしょうね。それを読んで、信尼さんが心配いらんと、殿は往生されたというですね、そのことをですね、伝えるためにですね、3通目の中ではですね、親鸞聖人が法然上人に出会われたという、そこでですね、共に生じをいずべき道を聞き開いていかれたという、そういうことをですね、申し上げですね、また日立の国にですね、おりました頃にですね、この信尼さんがですね、夢を見たと。夢の中で2つの仏様が現れたというですね、仏様のような掛け軸みたいなのがかけられてある場を見たというですね、一つは光のように光った形が見えない仏様の姿だった。これは誰かというふうに尋ねたらですね、これは法然上人だ。もう一つですね、確か観音様の形をした仏様がおられてですね、あの方は誰ですかと聞いたら、あれは親鸞聖人だと、そういうふうにですね、教えていただいたと、そういう夢を見たということをですね、確かですね、お手紙の中に書いて伝えておいでになるんですね。だから御臨終の姿はいかであってもですね、ご往生されたことは、浄土に往生されたことはですね、全く疑いがないことだと、こういうふうにですね、覚信尼さんを諭すようにですね、その手紙を書いて、おられることなんですね。それがですね、第3通目、親鸞聖人が亡くなったというですね、お知らせを聞いて、気づいがなかったと不安に思っておる娘の覚信尼さんに対して、往生は間違いないということをですね、伝えるためにですね、お書きになったお手紙が第3通目なんですね。で、今日ですね、皆さんとご一緒にお目通しをいたそうと思って準備をいたしましたのは、4通目、5通目、6通目であります。で、この3つのお手紙は、一つのことを伝えるためにですね、それぞれ書かれたお手紙なんですね。4通目はこの3、4、5のお手紙のうち
大事なのは、あるいは各信人さんがですね、各信人さんに伝えようとした中身の一番大事なところは第5通目です。真ん中のお手紙なんですね。じゃあその前後はどうかと言いますと、第4通目は第5通目を書いたわけを書いておられます。なんで5通目のようなお手紙を書いたのかということをですね、4通目でまずおっしゃいましてね、で5通目でその内容を言い、で6通目では何をされておるかと言いますと、その5通目で書いた中身の日付が間違っていたということを訂正しておられる、そういうお手紙がですね、第6通目になりますね。そういう関係の3つのお手紙でございまして、ですので大切なのはですね、第5通目のお手紙の中身がですね、真の主人がのことをですね、お伝えしようとしておられる絵師兄さんの、本文といいますかね、そういうものが表されたお手紙になっておるんですね。で、面倒ではございますけれども、少しですね、そのお手紙を目を通して、見たいと思います。最初にですね、その第4通目でございますが、両面刷りのですね、プリントの表にですね、最初に出てまいりますのが第4通目のお手紙です。これは上の段にですね、新修正典に載っております原文を挙げておきました。で、下の段はですね、それに対する現代語訳ということで、藤島達郎さんという方がお書きになっております訳文をですね、一応解読のための参考のになればと思いまして、下に挙げておきました。下の文を参考にしながらですね、ご覧になっていただきたいんですが、この文を書き記して参らせたもう僧侶も生きさせたまいて僧来しほどは申してもよう僧らはねば、僧らはねば申さず僧来しかど、今はかかる人にて渡らせたまいけりとも御心ばかりにもおぼしめせとて記して参らせ僧侶なり。ちょっと長くなりましたが、このお手紙をですね、書きましたのはですね、真の主人が生きておられれば、こんなことを申し上げる必要もないんだけれども、お亡くなりになったという今ではですね、あなたの心の中にこのような方であったということを覚えておいてほしい、いただきたく思いですね、こういうお手紙を書き送りました。こういうふうにですね、まず書いてございます。直接的には第5通目のお手紙を書いたわけをおっしゃってるんですね。真の主人亡くなったからこういう人だったということを覚えておいてほしいと、そう願ってですね、お手紙を書いたんです。で、よく書き僧らわん人によく書かせて持ち参らせたもうべしと、字の上手な方にですね、清書してもらって持っていてくださいと、こういうふうに書いておられるんですね。清書してまでもですね、持っていただきたい、そういう内容なんですということも、含めてですね、こういうふうにおっしゃっておられるんですね。で、ちょっと話題は変わりますが、また護衛の一服欲しく思い、毎朝たまおなりと、またですね、お姿を写した親鸞聖人の姿を写した護衛の一枚をですね、欲しいと思っておりますと、こう続きます。そして、幼く御身のやつにておわしまし僧来し年の4月14日より風大事におわしまし僧来し時のことどもを書き記して僧侶はないと。書いたお手紙の中にはですね、あなたが幼く8つの時ですね、8歳の時にですね、4月14日の日より親鸞聖人が風邪をひかれてですね、
大事になったと、大元になったという、その時のことをですね、実は書き記してお送りしましたというですね、今年は82になりそうなり、今年は私はですね82歳になりました。まあ、数えておっしゃっておられますから、何で言うと81歳になるんでしょうかね。おととしの下月よりこその5月までは、今や今やと時日を待ち将来しかども、今日までは品で、おととしのですね11月よりですね、今年の5月までは今や今やと、亡くなるも命終えるんではないかというですね、今や今やと時日を待ち将来しかども、今日まで死なないでこうやって、生きておりますというふうに言うんですね。今年のけかちにや飢え死にもせんずらんとこそ覚え将来。今年のですね飢饉はとってもひどいことだったので、今年こそですね何かその飢え死にをするんではないだろうかと、まあ、覚えておるというんですね。火曜の頼りに何も参らせぬことこそ心のもとなく覚え将来でも力なく候ない。この辺は母親の心といいますかねが出てくるんですね。このような頼りがありながらもですね、何も差し上げることがなくて、物がなくて申し訳なく思っていますが、もうこちらではですねそんな力がないんです、余裕がないんですと、こういうふうにおっしゃるんですね。マスカタ殿にもこの門を同じ心に御伝え将来。信仰上人のですね臨終に共に、見取ることになったですねマスカタという息子さんですね、この方にもこの門を同じ、この言葉をですねお伝えくださいというふうにですね、物書くこと物を置く将来で別に申し相らわず、手紙を書くのもつらいので、あちらへはですね、お手紙を差し上げませんから、どうぞこれを伝えてくださいと、こういうふうにですね、最後は申し添えておられます。つまり、これは第5通目、これから見てまいりますが、このお手紙を書くについてですね、亡くなった今、こういう人だったということを、あなたの心の中にですね、覚えておいてほしい。できれば、字のきれいな方にですね、聖書してもらってですね、持っていてください、これほどまでにですねおっしゃってしたためておられるお手紙が第5通目になるということなんですね。で、内容的にはあなたが8つの頃にですね、ひどい風邪をひかれた時のことをお書きしました、こういうことを言い添えておられます。ちょっと時間がだいぶ過ぎましたので、お休みをさせていただきまして、次にその第5通目をですねさっと目を通してみたいと思います。
雨でも今日夏目でもないわ、常温で。こんな冷たくないよ、うん、寒すぎる。涼しい風に入ってくるよ。
急いで飲まなくていい。ゴミも出てもらったら。面倒な作業をご一緒させてもらって申し訳ないんですが、お手紙をですね、少し、たどってみようと思いまして、今日もですね、準備をしてまいりました。今ほどは新二さんのですね、第4通目にあたるですね、お手紙第5通目をですね、お書きになったわけについてですね、書いておられる、その中身をですね、目を通してみたことでございます。で、時間がありですので、第5通目をですね、それでは、見てみたいと思うんでございますが、第5通目ですね、その、
両面刷りをしましたプリントのですね、表の方なんですが、全身の音母という書き出しで、ございます。これまた後から見ていますがね、こういう書き出しは珍しいようございます。全身の音母と他のところではみんな友というふうに親鸞さんはおっしゃっておられます。親鸞上人のことをですね、友はというふうな言い方で、まあ、今で言うとお父さんはというふうな言い方になるんでしょうかね、殿はというふうな言い方をほとんどされておられますが、ここはですね、改まって全身の音法と、昨日申しましたが、昨日のですね、親鸞上人のお手紙も、署名がですね、親鸞とは書かずに全身と書いておられる、そういうこともですね、何かその手紙の内容のですね、こう影響を与えておるんじゃないかという話も少し見てみたんですが、この場合もですね、石井さんは、くどいようですが、友とは書かずに、全身の音坊という名前を挙げられまして、手紙を始めておられますね。全身の音坊、寛義3年4月14日、先ほども出てきましたがね、4月14日、馬の時、正午まで、死ぬものでしょうかね、の時ばかりより、風心地、少し覚えて、その夕さりより伏して、大事におわしますに、4月14日の日にですね、昼ごろから風邪をひかれてですね、そして夕方から床に疲れて、大事におわします、重体になられたというですね、大変な重い症状になったというんですね。腰膝をおも打たせず、天性看病人をも寄せず、ただ音もせずして伏しておわしませば、恩み探れば暖かなること日のもとし、こういうふうに敬語しておられます。腰もですね、膝も問題ですね、打つということもさせずにですね、全く看病する人も近づけずにですね、音もただ音も立てない、じっとして寝ておられた。そしてお体を触ってみるとですね、暖かくなること、暖かなることを火のもとして、まるで火のようにですね、熱く、体が熱くなっておったというですね。で、頭の打たせたもうことも名の目ならず。頭の打たせというのは、これは頭痛、頭の中がですね、ガンガンするという意味でしょうね。頭痛も名の目ならず、とてもひどいご様子でした、こう書いてございますね。で、さて、伏して4日と申す暁、そのようにして寝込まれてから4日目の暁ですね、明け方ですね、苦しきに、苦しそうにしながらですね、まはさてあらん、今はさてあらん、裏に行きますが、と仰せられれば、そうやってですね、寝込まれて4日経った明け方にですね、苦しいその中から苦しそうにしながらですね、今はさてあらんというふうにおっしゃったというんですね。と仰せられれば、何事ぞたわごととかや申すことかと申せば、どうしたのですかと、上ごとを申されたのですかとお尋ねしますと、たわごとにてもなし、上ごとではないと、伏して2日と申す日より、とこについてですね、2日目からはですね、大経を読むこと暇なし、暇もなしと、仏説無量寿経という大経というお経をずっとですね、読み続けたというんですね。たまたま目を塞げば、経の文字の一字も残らず、きららかにつぶさに見うるなり。ふと目を閉じてみるとですね、お経の、大経のお経の言葉がですね、文字が一字も残らずにですね、きららかに輝くようにはっきりとですね、見えたとおっしゃるんですね。さて、これはおかしなことだ、さて、これこそ心得ぬことなれば、
ここで心慣れと さてこれはおかしなことだというんですね。念仏の信心より他には何事か心にかかるべきと思いて、私にはですね念仏の信心の他に何も気にかかることはないはずだなと思われてですね、よくよく案じてみれば、よくよく考えてみるとですね、この17、8年がその神、17、8年ほど前にですね、ゲニゲニしく三部経を千部読みて、行々しくですね、三部経という本願念仏の教えを説かれました三つの経ですね、仏説無量寿経、仏説観無量寿経、仏説阿弥陀経という、これを、三つの経、三部経というふうに、申し上げるんですが、その三部経を全部、千回ですね、読むというですね、そういうことを、主上利益のためにとて読み始めてありしよう。17、8年ほど前にですね、そういう 千回読むということを、主上利益のために始めたことがあった。これは何事ぞ、自信教妊娠難中天教難とて、自ら信じ人を教えて死んでしむること、誠の仏恩を報い立てまつる ものと信じながらとございます。その時にですね、これは何ということか、自信教妊娠難中天教難と言われるように、自ら信じ人にも教えて信じしむるという、信じさせるということが誠に仏恩に報いることであると心から信じていながら、名号の他には何事も不足にて必ず経を読まんとするやと思い返して読まざりしことのとかでございますね。名号の他に何を不足に思って実際に今日読もうとしたのであろうかと思い返してやめたことがあると、さればなおもう少し残るところのアイケリア、どうもそのことがですね、まだ気持ちが残っていたようだ、人の終身自力の心はよくよく資料あるべしと思いなして、のちは今日読むことはとどまりん、全くですね人間の自力のとらわれ心というものはですね、よくよく考えてみなければならないものだと気がついてからは今日を読むということもなくなった。さて伏して四日と申す暁、今はさてあらんとは申すない。そこでですね、床についてから4日目の明け方、まあさてやらんと、今はさてやらんと言ったのだと、こうおっしゃられて、仰せられて、やがて汗たりて、よくならせたまいて、そう来しなりと、やがて汗も出尽くしてですね、元気になられたのでした。三部経、下に下にしく、千部読まんと、そう来し言葉。三部経をですね、千部読もうと思い立たれたのは、新蓮坊の四の年、武蔵の国にや、国やら、神付の国やら、さぬきと申すところにて読み始めて、新蓮坊がですね、四歳の年のことでですね、武蔵の国か、神付の国かわからないけれども、さぬきというところで、読み始められた。で、4、5日ばかりありて思い返して読まわせたまわり、読ませたまわり、ごめんなさい、4、5日してから思い返して読むのをやめられ、日立へはおわしまして将来しなり、日立へおいでになったのです。新蓮坊は羊の年3月3日の昼生まれて将来しか、新蓮坊はですね、羊の年の3月3日に生まれましたから、今年は53やらんとぞ覚えそう。
今年は53歳になろうかと思います。で、校長3年2月10日維新、こういうふうに署名を打って結んでおられます。ちょっとざっと読みましたけれどもですね、維新さんがですね、革新さんにですね、あなたのお父さんはこういうお父さんだと、そのことを忘れないでほしいということでお書きになったお手紙の内容がこういうお手紙の内容になっております。寛義3年4月14日に、風邪をひいたと、風邪をひいてですね、熱を出して、寝て、おられたと。それから4日目にですね、目を覚まされましてですね、今はさてやらんと、こういうふうにおっしゃったというんですね。で、どうしたのですかというふうにお尋ねしましたら、熱を出して寝込んでからですね、目をつぶってもですね、大無量寿経の文字がですね、一字も残らず輝くようにはっきりと見えたというんですね。で、これは一体どういうことかなということを考えておったらですね、そういえば17、18年ほど前にですね、諸情利益のためにと言ってですね、三度経を千度読もうということをし始めたことがあった。あの時にですね、これはおかしいと言って思い返してですね、読むのをやめたけれども、どうもその時のですね、気持ちがまだ残っておったようでありまして、今ですね、熱に苦しむ時にですね、おのずとそのお経をですね、読むということをもう始めておったようだったと。そのことをですね、思い返して思い出したのでですね、その読むのをやめたというふうにですね、思って今はさてやらんと、こういうふうにですね、言葉を言ったんだと、このようにですね、おっしゃられて、風邪が治っていかれたと、こういうことがございましたと。その三度経千度読もうと思い立たれた衆生利益のためにですね、衆生を助けるためにですね、読もうと思って読み始めたのが三抜きというところであったと、今から17、18年前のことだったと。こういうふうにですね、思い返して綴っておられる内容になっているんですね。これが親鸞聖人という方はこういう方だったということを娘さんに伝えるために選ばれた中身になっているということなんですね。で、一応あれですから、第六通の方もですね、目を通しておきますが、第六通はですね、先ほど申しました通り日付が間違っておったというか、そのことをですね、わざわざ訂正をされておられるお手紙になっております。片面刷り の, プリントの方にですね、第六通目を挙げておきました。お踏みの中に千年に寛義三年4月4日とより4日よりやませてたまいて将来し時のことを書き記して文の中に入れて候にと、こう書き出してございます。ここにも若干訂正が入っているんですが、先ほどのですね、お手紙の中に寛義3年の4月4日から風邪を召されたというふうに書きましたがと、こういうふうになっているんですね。お手紙には4月14日と書いてあるんです。で、それをですね、どうもまたそれも間違えておったようで、4月4日が正しいんだということも案に訂正をしながら書き出しになっていますね。で、その時の日記には4月の11日の暁、今日読むことは今はさてあらんと仰せ将来しは、やがて4月の11日の暁と記して将来行けるに候と。で、熱を出したのも4月の4日の間違いでもありましたし、その熱が冷めてですね、今日読むことは今はさてやらんと言って目を覚まされたのもですね、4月の11日だと。ですから熱を帯びてですね、苦しんでおられたのは
4月の4日から11日までの8日間ですので、それを数え候には8日に当たり候来けるに候。4月の4日よりは8日に当たり候なり、8日目だということを訂正をしておられるんですね。こんなわざわざですね、お手紙のですね、日付の訂正をしておられるほど大事な内容だということを思わせることなんですね。しかもですね、よく皆さん方が驚かれるのはですね、日記を見ておられると。これですね、年を数えていますとね、30数年前の日記なんですね。30数年前にそんなことがあったということを日記に書いておられるんですね。しかも関東におられた頃です。関東にご一緒になっておられた頃に、その熱を出してですね、今日読むことを今はさてやらんとおっしゃったということがですね、その時の日記に書いてあったのを尋ね直されまして訂正をしておられるんですね。先ほど申しましたが、皆さん日記をつけておられたということに驚かれるのと、その三十何年前の日記を持っておられたと。これ関東からですね、京都に移り、あるいは関東から越後の方にも移っていかれておるんですね。その道中もずっと持っておられたということなんですね。携えておられた、そういうですね、日記をつけて、それを携えておられて、それをめくり直してですね、日付がどうやったかなということを見てですね、訂正をしておられる。それほどまでにしてもお伝えしたい内容としてですね、この熱にうなされてお経を読んだとかですね、それに先立って讃岐というところで衆生利益のためにきっとですね、飢饉などで人々が苦しんでおる、そういうさなかにあってですね、自分は何ができるかということを思い悩まれて、で思わずにですね、そのお経を読むということを始められたのではないかと、はっとそのことに気づいてですね、こんなことではなかったはずだということに気づいて、今日読むことをやめられ、そして日立の国の方に移っていかれたと。まあ、こういうふうなですね、流れの中での出来事をですね、おっしゃっておられることなんですね。で、いつも申し上げていることなんですが、なんで石井さんはですね、親鸞聖人のことを、こういう人だったということを伝えるときにですね、この場面を選ばれたのかと、そのことがですね、なかなかですね、腑に落ちないと言いますかね、見方によってはですね、このエピソードはですね、ある意味 不名誉と言いますかね、親鸞聖人に失敗されたという意味ですよね。あの親鸞聖人がですね、お念仏ただ一つだと、如来様から移行されたですね、差し抜けられたお念仏だと、そのお念仏をいただいていく他にですね、何もないとおっしゃっておられる、その親鸞聖人がですね、至上利益のためとはいえですね、お経を読み、そのお経の力によって至上を助けようというですね、利益をもたらそうという、そういう思いを持って、お勤めしたことがあるというですね、それは決してですね、誇らしくですね、人に言うことでもないように思うんですね。でもなんでこれをですね、選ばれたのかと、思われることがなんですね、どこまで行っても自力を頼む心が止まない、ここにも言葉が出てまいりましたけれどもね、最後の最後まできっとですね、この自力の心にとら、われるというですね、こういう我が身の姿は離れられるという、
だからダメなのではなくて、だからこそですね、念仏モーセという仏様の声かけがですね、他の人のことではなくてこの私のためだった。そのことがいよ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 ですね、明らかにされてくるという、そういう大事なですね、ご縁として、大事なですね、教えとして、この三部経をですね、読むという、そういうことがあったということを、親鸞聖人ばかりではなくて維新さんがですね、見開いておられたという、そのことがですね、このお手紙のですね、あの内容になっておんでないかなということを思うんですね。あの、茶化してしまいますけども、私などはね、あのなんですよ、あの私の連れ合いがですね、もし私のことをですね、自分の息子に伝えるためにですね、唯一のものとして書くよと言って書いてくれた中身がこれだったらですね、嘘やろと言うかもしれませんね。もっといいことなかったとかですね、もっとですね、すごいことがなかったかというふうにですね、あの通夜に問いただすかもしれませんね。でも、あの吉仁さんはそうではありませんでしたし、親鸞聖人も決してですね、そのことは隠すことでもなく、むしろですね、大事な仏法に出ようですね、大事なご縁を開いてくださった。いよ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 ですね、絶対他力の世界に私を導いてくだされる、そういうですね、ご縁になってくださったという、それこそ弥陀御行至唯の願をよくよく案ずれば、人へに親鸞一人がためなりけり、さえば束縛の業を押しける右手ありけるを助けんとおぼしめち断ちける、本願の片付けなさい。これはご存じの通り、あの「歎異抄」の五条のところに出てくる言葉でありますね。何をしでかすかわからんに、その身を生きておる親鸞一人がためにですね、弥陀御行の至唯の本願が働いておってくだされると、いよいよそのことがですね、いよ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 この身にですね、いただかれてくるという、そういう歴史の中に、そういう本願の働きの中にですね、私はお念仏をいただいておったということをですね、改めて思い返しておられる、そういうですね、ことを背景にしてこのことをですね、選ばれてきたんじゃないかなということを思うんですね。そういうことを思いますと、ようこそですね、伏見さんはそのことを手紙にしてですね、伝えてくださったなということも、私どもはいただけるんじゃないかなということを思いますね。これを選んでくださらなければですね、ひょっとしたら私ども自身がですね、どこかで、これでよしと言ってですね、座り込んでしまうような、あの歩みになっておったかもしれませんね。そうではなくて、どこまでもどこまでも私どもは自力の修身から離れることができる。でもだからこそですね、だからこそ念仏申せという呼びかけが、この私のための呼びかけであったといただいていけるという、そういうことがですね、あのこのお手紙のお心からいただけるのではないかということを思うのでございます。さあ、あの、昨日は親鸞聖人ご自身のお手紙をいただきながら、浄土宗の人は愚者になりて往生するという愚かなる身の事実に返ってですね、今と同じようにやはりいよいよですね、お念仏もお働きの中にあるということをいただき直しておられる、そういうふうなですね、こととしていただくということと、今回はですね、今日は維新人さんのお手紙を通して、維新人さんが真の証人を語るときに、このことを外して語れないという思いを持ってですね、語っておられる内容をよくよくですね、尋ねてみれば、ということを お話を申し上げたことでありました。さあ、あの私の方からあのお話は、これくらいにさせていただきたいと思いますが、何かお尋ねになることがございましたら、あのどうぞ分かることはお話をいたしますが、
あのちなみにですね、その切手審査のお手紙の第5通目はですね、4通目と5通目、6通目と一緒の手紙だと申しましたが、4通目と6通目は同じような紙にですね、同じように書いておられます。でも5通目だけはですね、どうしたことかこういうふうに紙をですね半分に折られました。そしてですね、こちら側ではここから縦にですね、こうお書きになって、その裏にはですね、今度またこういうふうに書いておられるんです。ですから紙を開きますとね、あの逆さまになってですね、こんなふうに書いておられるんですね。つまりあの書き方もですね、特別になっておられる。こういつもですね、こういうふうに折って、まあ、ある意味あのいつでも携帯ができるようにということもあるんでしょうかね。この5通目だけはそういうふうにですね、違った書き読みをしておいでになる。そのこともですね、このお手紙の中にはですね、かけがえのない内容なんだということをですね、あの示しておられることにもつながるんじゃないかなということも思います。まあ、そのことも少し付け加えていきます。さあ、それじゃあ、今回の講演はこれからにさせていただきます。ようこそありがとうございました。それでは最後に音読さんの聖書をいたします。